よいしょ、ちょっと待って、Mama, how are you doing? Nothing special. って感じです。Nothing special. 今日はメロンを食べます。今日も。メロン忘れてた、普通に食べないとだなと思って、台風の儀よく分かったね、これは違った、これは違うよ、ここ私お部屋でお香をね炊いてるんです、まあよく、まあよくよくお香を炊いてるわけなんですけど、すごいじゃん、厳重にしていただいて、うわ、でもメロンがあるからいい、いいわ、今はやんないけど、紙のお香をね、買ったんですよ、めっちゃ匂いする、やばい、うわ、え、どういうこと、あ、なるほどね、すごい匂いが、これはジャスミン、和紙のお香、ペーパーインセン、ローズ、サンダルウッド、バニラ、ジャスミンとかですね、すっごい匂いがする、あ、すごい素敵なお包みで、すごい、なるほどね、こうらしい、やばい、いい匂いだ、これは後でやる、やります、今はやっぱメロンに集中したいかな、前でも切ったって思うでしょ、これ巻いただけです、ゴージャス、美人すぎる、ありがとうございます、嬉しい、これは紙のお香です、あとお香立てがね、ずっとあれ、棒の立てるやつしかなかったので、ちょっとそれ置くやつ、
メロン食べれるの羨ましいね。アレルギーでもさ食べたいって人いるよね。私の友達もさ、なんだっけな、ワンちゃんか、ワンちゃんめっちゃ好きなのにアレルギーっていう子がいて、そう。いただきます。フルーツってね、取らなきゃいけないよねって思います。でも私さ、フルーツの水分が多すぎてさ、水分あまり取れないわけ。そう、ここは火をつく、そう、火使うよ。今後の髪型の方向性迷う。なんかちょっと今切りたいっちゃ切りたいかも。もうちょっと、まああのいつものようにね、友達に聞くんです。いつも聞くんだよね、アンケート大会する。でアンケートと言いましても、やっぱりさ、なんか自分のことをめちゃくちゃ分かってる人の一票とさ、ちょっと友達かな、友達の友達ですみたいな、まだ関係が浅いよみたいな人の一票とって結構違うじゃんか。そう、だから最終的にはもう結構親友たちがどっちに入れてるかとかですね。でも割とそういう時に限って親友とかは同じ方向に入れてたりするんだよね。何やろ、例えば iPhone14 を買いたいなとか思った、まあちょっともう最近 いらなくね、まだって思って、容量が足りてきたっていうのもあって、ファミリープランに私だけが入ってなかったらしくて、ファミリープラン、ファミリーのギガ共有のやつを知らなくて、え、何それってなって、それ入ったら全然余裕で、あ、いらないかもってなって、あれなんですけど、iPhone の色をね、どれがいい、青か白がいいなとか思ってて、でも紫も可愛いなと思ってて、でどれがいいと思うって聞いたら、私の周りの人が全員青って答えて、あ、やっぱりなって、私が変える時は多分青だと思います。うふふ、茨城、のちっちゃい小玉のメロン、安かったんですよ。
スマホカバーはね、透明、絶対透明にする。うん、ハロー、あ、これも見せれないわ。でも両面見せれない、こっちも、こっちも見せないし、こっちもちょっと地元のちょっとあのマブの変顔とかなんで見せれないんですけど、こちらはですね、宮崎さんとタンタンさんとあの成人式のお写真を撮った時のお写真です。入れてます。あと感謝チケットと、ちょっとあの顔面隠させていただいてますけど、あとここにあの春お守り、半券とか入れちゃうね。かわいいじゃん、半券って。半券ってかわいいんだよね。水分、水分ですね。ごちそうさまでした。そのケースに私は非常用の一枚をやってた、私もやってた前、めっちゃいいよね。わかります、メロンジュース最高。いや、メロンジュース最高だよね。ご飯は無駄にしない。ひさかゆみみるステッカー貼ってて、劇場公演の袖、うん、抽選前に後ろの方に行使されたよろしくね。吉田ちゃんの証明写真はもうだいぶ前にね、どっかに行っちゃいましたね。ちょっとこれ親友の顔面が見えちゃうけど、あとここの明治って書いてある、これはあの宮崎さんがくれたマーブルチョコのなんかシール、アイランカーあげ、これあげる、て、まあ、イラン券あげるっていう名目でもらったらいただいたと思うんですけど、面白いですね。46分、何、院長さん、姫スタンプありがとうございます。お話し会のお洋服どうしようかな。でも可愛いお洋服買ったので、この前お菓子のシールなんかもらってもって思うでしょう。でも親友からもらうとね、特別感がある。だって自分の大切な人からもらうものってさ、マジ、たとえ数十円でもさ、たとえ無料のものでも嬉しいじゃん。そういうこと。青ストライプシャツが着たくなる季節よね。青ストライプシャツは持ってない。指パッチの音きれい。よし。
見です。ありがとうございます。初見。安い服着てもおしゃれに見えるのか。おやおや、そういう服、確かに着こなそうと頑張ってます。やっぱでもね、最近はね、お安くても、お安いのになんでこんな可愛いのだろうかみたいなものありますもんね、いっぱい。ピシュ、火だ火だ。古着の一点物と選ぶの大変そう。で、古着は私逆に古着のが高いことが多いんですよね。古着って割と普通のお洋服よりも高かったり、1点安いもの本当に安いんですよ。500円とかマジで安いものね。けど、マッチよく使いますよ私。もう持ってきてないか。けど古着だと意外と4000円とかね、普通にいいものが回ってきてるっていう時は普通に2万円ぐらいしたりしますから。古着の映画オアバンド T シャツにきれいめのシャツを羽織る感じ好き。へえ。今の子マッチするないのかと思う。理科の授業でさせられるのよ私も。もうめっちゃトラウマ、めっちゃ嫌いだったマッチするの。だって無理でしたもん。この折れてんじゃんガチ。このなんかさ、歩行とかをやるようになって誰かがね、こうやってこう横に、これまだつかないですけど、私さこうやってやるイメージだったから、これがさこういったら火がこうついて熱ってなるやんか。でもこういって火がこう来るからめっちゃ嫌で、マジできる子に任せてたね。任せてたんだけど、だからめっちゃ他人に甘えてきた理科の授業は。でも無理だったんですけど、誰かのなんかの動画でこうやってこう横にこうやってやるのするのを見て、あ、なるほど、はいはいはいと思って、そっからねできるようになった。でも私なんか古いものが好きなんですよ。古いというかエモいもの。なんでマッチもエモいし、私アルコールランプ好きなんですよ。理科の実験とかで使うようなやつじゃなくて、今おしゃれなアルコールランプあるの知ってる？なんかこうガラスのこう筒の中にアルコールの入ったこんぐらいのランプがあって、普通にこうろうそくみたいな感じのテンションでお部屋に置けるアルコールランプ、色付きのもあるんですよ。チャッカマンだとね、多分遊び子が出てくるんだろうね、こうやって私みたいに。でこうやってやる子が出てくるんだと思う。マッチはね遊び子いないですからね。なかなかこうやって1個取り出してプッてやってるのは先生に見つかりますから、秒で。
けど結局めんどくさくて、結局こうだよね、全部火の元火が必要な場合全部こうなっちゃうよね。結局これろうそくとかも好きなんですよ。マッチ棒は仕切らない？仕切るって何？あ、仕切る？仕切らんね。分からんけど。あんまり最近使ってないですよから。でもこれ何本入ってるのかこれ。もうね、割と使ってますよ。でもこれ1年ぐらい使った気がする。2年 ?1 年でもこの桃印が可愛くて私好きなんですよ。うまいよね。そう、なんかこういうこのランプとかもね、こういうのとかもちょっと電球持ってますけど、だからアンティークが好きなのって言われたんだけど、お友達に。いや、アンティークっていうより多分エモいのが好きなんだよねなって、なるほどねなったこれ熱くないの LED。 マッチって匂いがいいね。マッチね、匂い良いですよね。わかる。私火の匂いが好きっていうのもあるんですよ。火の匂いがとても好きで、そう。うわ、これ匂いが強いかもしれない。あと何個いい本で？これね、和紙なんです。かわいい、どうしよう。で蚊取り線香、マジ？で、ここに挟んで置いて燃やして、あっ、うわ、最高。見えない。わあ、いいかもしれない。煙多くない？マジ？これマジ？絶対5分も続かん気がするけど、窓開けよう。よし、早くない？ 5 分じゃないよね絶対。君、うん、いいね。それじゃランキングを見ますね。
光沢とよく、あ、いいよ、おこ、おすすめです。それでは13位ジェニングさん、12位ベルちゃん会長さん、11位ズーリンヌルマさん、10位ダニさん、9位ジンロクさん、8位オムライスさん、7位ヨコユさん、6位オニオンナイツさん、5位カリウシさん、4位ユキタンさん、3位ジョークスノーさん、2位エンチョさん、1位アムネさん、リサが最高でした。すごいですね、煙が。そう、髪を見るの早いんですよ。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。今日もおやすみなさい。いい夜をお過ごしください。煙いね、ちょっと。バイバイ。ありがとうございました。またのお越しを。おやすみ。